ついないと。あきこさん、ありがとうございました。その日本に来られて、やはり日本の人たちにどのようなことを伝えたいというふうにお考えですか？先週は、would you like to give a message to Japanese people? Don't be afraid to hate. Don't be afraid to hate anything. Because you only hurt yourself. But if you be afraid to hate, just being noticed.Sorry, that's why don't you sorry? Are they gratified themselves? Yes, they are quite personally able to gratify just as I was. So, who you're doing is hurting yourself. Oh, I mean, yes. Yes.あのね、日本の方にお伝えしたいのは恨みをね持ち続けることは結局自分に対して傷つけることだっていうことを伝えたい。受け合いですね。やっぱりもう今ね、インパール作戦であったり、まあ、ビルマの戦争を知ってる方っていうのもほとんどいなくなってしまってますけれども、この歴史をどのように伝え継いでほしい、伝えていってほしいとお考えでしょうか？ You see, now currently not many people, both in country and Japan, they don't know much about the Impala campaign and also the human campaign.So if you were to give a message to the coming generation, what do you think you would have to tell them? It's difficult to say, but it's very, very different. And as you go along through the years, things change, attitudes change, life changes. I mean, in my lifetime,We didn't have the radio and television the night before. その人の心というか皆さん
個人の考え方、心の持ち方が全部時代によって違ってくる。そういうふうに自分は感じる。いや、大丈夫です。ありがとうございます。レイさんは18歳の時にビルマネの戦地に行かれた。When you were 18, you were in Japan? そうです。うん、あのね、バーマっておっしゃったけど、あのクヒマっていうのはインドなんですよ、はいはいはい、だからインドにいた時は17、18の時なんですけど、ビルマに行った時はもう年が変わってるので、それでちょっと今の年になる19歳って言ったかね、今で、それからあの実はね、あのクヒマをあの戦争が終わってからシンガポールに派遣されるんですね。でシンガポールで、あの母国に対応する帰るために準備をしていたら、今度そこから日本に派遣される、うん、その頃が19歳ぐらいになって、初めて京都に行って、こういう流れです。わかりました、うん、ありがとうございます。14歳で、ね、学校を卒業して17歳で見直してたんですよ、仕事をね。で18歳で長編を取られて、でそして戦場に行ったっていうことは、自分にとってはね、10代という青春がなかったんですよ。まさにで19歳まで行けるってやつか、まさに10代、ティーネージャーをしてたんですね。戦争のためにそれ全部失うというか取られてしまった。自分にとってはそういう青春が全くない。なかったと思う。うん、そう、勉強感とかでも、そう、やはりエンジョイメント。青春っていうのがなかったから、何かしらの楽しみっていうのはどうだったのって聞きましたらね、やっぱりその人も変わると、時代も変わると、なのでその自分が思ってたのと全然こう、あの帰ってきて人が変わってるという感触を受ける、時代の人が変わってくる。で、so you're saying that also nowPeople are different to what you know when you were young. だから例えば私が説明してるんですけど、その彼が若い時のその時代の人たちと今の、あの目で見た時代の人たちとは全然違う。みんな自分の人生は本当に、うん、違ってしまったと。その物事はね、本当に戦後ものすごい早い勢いで変わってしまったっていうことですね。まあ、時代の発達がね、早かったそれを見ながら将来が見えちゃう。そ
それはちょっと不幸なことかもしれないですよね。Well, you're saying that it's not really pleasant for, you know, to say unlucky in a way, that because you could see that future as you're going through this moment. そうですね、ある意味では。ありがとうございます、ご夫妻。面白いですね。なんか面白いけど。あのね、京都の話にしてもよろしいですかって彼がどうしても日本に、ね、来たかったの、はいはいはい、動機があるんですよ。例えばね、あの最初もってにシンガポールから母国に帰ろうとした時に京都に行けということで、うん、進駐軍として駐屯したんですよ。でその時にこれあのバッジなんですけどね、ほら、あのなんですかね、シュライン、シンド。というのはこの、英国 の、 あの軍隊が日本にいるというイメージなんですって。これオリジナルなの？ This is the original. Yes, of course. That's the special 特別なものなんです。だから向こう日本に行った人じゃないとお金なみたいにしかもらえない特別なものです。あのこちらの方はね、あの第二師団っていうか、まあ、イギリスは第二旅団っていうんですけども、あのコヒマの戦いで、あのウェストペントって14連隊ってあの非常にあの苦しい面にあってたんですよ。あの日本軍のが勝ってましたので、初めの頃31師団で、それで、まあ、かなりあの打撃を受けたところで、今度は第二旅団として彼が派遣された時のこのバッジなんです。第二師団。なのであのリリーフというのは、うん、まあ、野球と同じですけどね、まあ、苦しんでるわけだからどうっていうか、他の部隊がこの人たちをあの助けるために自分たちがここに配属するというリリーフとして。今回京都に行かれるんですよね。それで、で、そこの。We want to talk about Kyoto because you want to go to Kyoto to see, or if possible, you want to find the lady to meet. Well, I want to meet the people want to reflect on every on the hotel where we stay. I didn't have time to look at it.あの京都にね、中東に派遣された時はもうある程度期限が決められてるということと、あのローカルの人たちの接触っていうのはある程度制限されてたんですよ。これは私の方からの説明なんですけども、それであの旅館が日本のね古い旅館で、あの I'm going to explain that because I know to explain this お通夜旅館そうですね。だからこの、まあ、イギリス の、 あの軍としては駐屯としてあの京都にあの滞在するんですね、何ヶ月間。そこでお通夜のところがお通夜っていうあの旅館なんですよ、大きな。でそこであのいろいろな周りの方にお手伝いとかの助けていただいたり親切にしてくださって、でその方々が10名ほどいらっしゃる女性なんですけど、それ最後にあの記念写真を撮って1回持ってるんですけども、あの皆さんなんかな訪問とかあの長いのは何て言うんですか、振り袖の白黒なんですけども大きな写真で、もう一度彼女たちにお世話になったので会いたいし、そのあのちゃんとしたさよならが言えなかったんですって。で彼がもうあの任務を終えて広島からあの戻るんですよね、イギリスに。その時の前に京都であの電車に乗って京都を去る時に、彼の驚いたことには、そのお手伝いしてくださった10名ほどの女性たちが向こう側のプラットフォームでこうやってあの、ね、手を振ってるんですって。彼はね、そばに寄ってちゃんとお礼とさよなら言いたかったんだけど、電
車を走るのは彼女たちが全然反対側のプラットフォームなの。それがね、ずっと心残りなんですけど、なんとか京都に行って、その方々にあのもう皆さんおばあちゃんになってるでしょうけれども、会いたいっていうのが彼の気持ちがずっと持ってて、私ストーリー知ってるんですけど、これが来日の目的の一つ。そうなんです。私、Explain the between talking to me and most of the people aboutYour episode in Kyoto, you stayed in Otsuya, Japanese, we call it inn, in Japanese, inn. And then you were not supposed to get too close to them, but those ladies, about 10 of those, were really nicely looking after you and being kind, cleaning.清掃してくれたり、料理を作ってくれたりね、いろいろ手伝って。で、その最後に、まあ、帰る時に、まあ、レールが来たかったのにできなかったの。So when the time you were leaving from the station, in the train, you saw them and were surprised that they were there on the opposite of the platform that you could not get out of the train, and then say properly goodbye to them and then thank them, but you couldn't.But your that sort of episode in your mind and bothered you for many days. Yeah, yeah. そうですね。何年もね、そのことがもうあの苦に悔やんでて、いうのは何年もそういうふうに思ってる。だから写真持ってきてたんですよ。今日はね、あれなんか持ってないんですけど。NHK がフォローすると言ってますよ。フォローしたらどう？これなんかちょっと、まあちょっとだけでも2分ぐらいのやつでもいいから、なんか、ね、写真はね、お見せすれば、そうですよね、あのもし来てらっしゃるんであれば、おばあちゃまがね、だといいですけどね、ちょっとまたぜひ、映像、あの写真 の, あ, のあれを送ってもいいですか？あの持って、名刺の交付ができれば、はい、What I'm gonna do? I take your photograph of those ladies. Now send the image to NHK, so they can, you know, give a story in their program. So you never know. That's a national newspaper, not Nike, that everybody could see. ここに来る前に読売新聞さんにもね、同じお話して、新聞にはなったんですけど、全国新聞じゃないですか。じゃ京都周辺ではないから、必ずしも皆さんが見てるのは限らない。今ちょっと逆に説明したんですけど、まあ、テレビの画像だとまた話が違うんですね。ちょっと我々もあの京都の局と連携して、はい、取材行ってみたいなと思います。I think he's agreeing with an example in case of TV, television broadcasting. It's different to newspaper. He's going to take the Kyoto's broadcasting if he takes the council to do that. That would be great. Go wide, Rebel.そうですね。で、テレビだともう少しね、いろんなところをカバーできる。ぜひぜひよろしくお願いします。こちらこそよろしく、はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。ナスクリップ、ピース。よろしく。少しね、昔ね、少しはね、日本語できたんですよ。あ、そうなんですか。まあ、興奮すると忘れちゃうんですよ。時々ありがとうとかね。じゃあまた今回のあれで思い出してまた話していただきます。You speak a bit of Japanese before, but you are, you know, in this country, it doesn't come out easily. Yeah, どうでしたやっぱり。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。ちょっとしたら、ちょっとしたらできるかもわかりませんね。なんかね、ちょっと探して、ちょっとそんなんできるかもわかりませんね。まあ、短い時間というか。駅前なんかね、福島じゃないですか。福島っていう旅館。喧嘩された時、どんな…なかなかええアイデアだったでしょ。もう一回お話していってください。He's asking this gentleman, the analyst, asking the same questions.When we went to up there to dedicate
of people being wounded, crying out for their we want to do it in the If you could say you're watching us through the camera and explain to the camera what do you think of today's ceremony? I thought it was very moving and very appropriate. この今回の式典はすごく感動した。しかもこれが一番適切なやり方。 Thank you very much for the nice time. Will we hold it every year? こういうのってマイナスやるんでしょうかねって。 We hope. 私がお金しないでね。 他の方がやれるようになる。 It's so up to them. But today was, I did everything. But, you know, it's up to them if they have these ideas to carry on as a legacy. And then do it annually, that's going to be a lot. Do they have No, they don't have that. They have their own you know, Japanese and also British have their own. And I like to have their own. But this one is to join the former enemies together. This is totally unique. And one more thing, it's very
We can do that for them, so I hope. Yeah, maybe we can get together with Banda Star. But he must have... New York, he's doing it. Banda Star, the Birma Star記念碑に変わってるんですよね。今まではバーマスターっていう戦友会、イギリスの戦友会は若い者に関しては無関心だった。しかもかなりの体験者は日本に対して利用してないので、若いに対しては反対っていう人たちが結構いたので、でも今回は市場が変わって、今日お手紙読んだかったと思うんですけど、オールコールからね。ここからは本物の和解を始めようっていう今ムードなんです。なので、まあ、バンキャブソサイエティとバンマスターコミュニティとのコーポレーションっていうかな、コラボレーションができる可能性がありますよ、ね。うん、その時も皆さんもまたご協力お願いすると思います。もちろんもちろん参ります。あれですね。あんまり長いと。